その本人がね、やはり調子崩してきた時に気になるところが、はい、しっかりとそう、この打球はどうかライトに伸びていってどうか残るか、入りました。今度は2試合連発大島、いや2打席連発の後は2試合連発です。やはりしっかりと、はい、修正してますね、はい、いや、いきなりホームランバッターに何かなってきていますけれども、いや好調になってきたこの大島、2試合連発3本のホームランです。あ、サイレントトリートメントで迎えられていますけども、誰も来てくれません。あ、もう照れくさそうにしてます。あ、やっとですね。もうこれ流行っちゃってますから佐伯さん。そうですね。またこれ大島選手だからね、あの本当にあのチームでね、はい、なんですか、こういうことをやられる、はいはい、一番似合う選手ですよね。大島選手は、はい、本人も照れ笑いをしていましたから、